ああ、ここ通れんのは役人か坊さんか絵描きぐらいだぞ。鋳物師だ。鋳物？私だと思って大事にしてごらんなさい。すると私に似た恋人に見えてよ。誰にも言うんじゃないわよ。わかった？虚無主義には虚無が神であり、みんなそれぞれの神に近づいていきますよね。我々はキリストによって示された真理と神との名において、なおのこと団結を固くしなければなりません。なんでございますか、これは。どんなに心が慈悲に満たされたとしても必ず踏みなさい。なんという一夜。